しえっとこれで50話目かやっと半分なんだねだいぶ話した気がするけどまだまだ半分って考えると先は長いね大丈夫かい君の方は飽きたりしていないかい <laughs> その顔しょうがないじゃない。 百は続けて話さないと意味がないんだから。百物語はね。そうしないと。いや、なんでもないよ。後々わかることさ。それじゃあ、僕の話の続きをしよう。非通知の番号から着信があったとこからだったね。親友の声。恐る恐る。 僕は電話に出た。画面には非通知の表示だけ。当然、非通知からかかってくる覚えなんてない。はい、もしもし。震えてたと思うよ、声が。俺だけど、息を飲んだ。親友の声だった。短い言葉だったけど、一瞬で分かったよ。紛れもなく、親友の声だった。え、えー、っと、あ、あのさ、お前、 携帯落としたのなんで開口一番にそんなことを言ったのか自分でもわからなかったよ。でも多分僕はいろいろ聞くのが怖くて何気ない話題を話そうとしたんだと思う。でも電話の向こうで親友は黙ったままだった。不自然なくらいにうんともすんとも言わないんだ。息遣いくらい聞こえてきても良さそうなものだけど電話特有の小さなサリサリサリってノイズしか聞こえない。 僕はどうしていいかわからなかった。何も言えなかったし、何か言ったら親友がいつもと全く違うことを言いそうで怖かったんだ。何でもないよ。それよりさ、そんな風に何気ない会話を切り出して欲しかったよ。どれくらいの間黙ってたのかわからないけど、やがて沈黙を破ったのは親友の方だった。なあ、今どこにいるんだどうしてうつ 僕はどうしてしか言ってないのに急に親友は電話を切ってしまった。質問してきたのは親友の方なのに。返事をする前に通話は途切れてしまったんだ。なのに僕は心臓がバクバクだったよ。親友は僕が今どこにいるのか分かったから電話を切った。なぜだか分からないけどそう思えてならなかった。僕はどうしてしか言ってないけど絶対に親友は 僕が家にいるって確信したはず。そんな気がしたよ。僕はうろたえた。どうしたらいい家にいるべきなのか親友の無事を確かめるために会うべきなのかそれとも一刻も早くここから逃げ出すべきなのかさっきの警官たちに助けを求めるべきなのか正直、どの選択肢も選びたくなかったよ。可能なら、まだ何も起きていなかった過去に戻りたかった。 でも、そんなこと願ったって無意味だ。タイムマシンなんてない。選択肢が頭の中をぐるぐる駆け巡るばかりで、ただうろたえることしかできなかったよ。しばらくして、何もかも嫌になって、僕は座り込んでしまった。ずっと頭の中に、親友の声が反響してた。なあ、今どこにいるんだなあ、今どこにいるんだなあ、今どこにいるんだなあ、 今どこにいるんだなあ、今どこにいるんだ僕はふと違和感を感じたんだ。何度も聞いた親友の声。ふざけた声も、おどけた声も、真剣な声も、泣きそうな声も、僕は親友の声色は全部聞いたことがある。でも、さっきの声色は今までに聞いたことない声色だった。平静を装っているけど、何か隠しているような。 何かの覚悟を決めたような、それでいて怯えているような。そして、どこか喜んでいたような。なんて言ったらいいんだろう。うまく言い表せないんだけど、親友の声に何かが潜んでいたような気がしたんだよ。声色が二つ重なっていたような、そんな気がしたんだ。わけがわからなかったけど、これだけはわかった。親友の身に何かが起きている。 逃げ出してしまいたかった。対面するのが怖かった。それでも僕は親友に会って真相を確かめなくちゃいけないと思ったんだ。親友の身に何が起きたのかはわからないけど困っているのは確かだ。もう今後僕の人生でできることがないくらい仲のいい大切な親友。そんな親友が助けを求めている。それを断る理由なんて僕にはなかった。 僕は待つことにしたよ。待っていれれば、親友はここに来るはず。何が起きているかは知らないけど、僕はできる限りのことをしよう。そう決意したんだ。時刻は夕方のことだった。もうすぐ日が暮れる。待っていれば、夜になるかもしれない。それでも、絶対に親友が家に来る確信があった。僕はじっと家で待った。妙に緊張して、 食べ物は喉を通らなかったし、遠出して疲れていたけど、一睡もできなかった。ただ、じっとして親友が来るのを待っていた。そして夜になって、しばらく経った頃。時計はもう11時を過ぎていたかな。ピンポーン。インターホンが鳴った。僕は立ち上がってモニターを見た。その向こうには、あのニット帽をかぶった親友がいた。